足女靴の後宮本百合子1933年頃から最近までの123年の間日本の文学者たちの経験したさまざまな苦しい境遇は本当に日本の全人民の深苦と共通なものであったみんなが自分の思うこと正しいと信じる自分の判断について 口を塞がれていた通り、作家もあらゆる率直な表現を阻まれてきた。小説が真実に人民的な歴史を映すテーマで書けなかったように、評論も客観的な良いところを抹殺されて、文芸評論でさえ文学史を逆行した干渉批評しか存在を許されなかった。その時代に一つの現象として、随筆の流行が見られた。 いろいろ個性的な色彩を持った随筆が伺かがわれたが、その中には、一応随筆の体裁を持ちながらも、その奥には、なんとなく魚のような背骨を潜めていて、小さくても弱くても、人間の生活と芸術のまともさを守り、その希望のひらめきを見失うまいとした随筆もあった。評論もも小説も 自分にとって自然な形で書けなかった何年かの間に、私がいくつかの随筆のようなものを書き始めたきっかけには、そういうところもあった。今度初めて、随筆集という形で一冊の本にまとめるにつけて、明日への精神や私たちの生活に収録されている随筆のうちから、いくつかを選び、郵便切って、その他の最近書いたものに未発表のいくつかを加えた。 兄と弟、初簡船、ベリンスキーの眼力などは太平洋戦争中、作品の発表できなかった自分のノートから、真夏の夜の夢、デスデモーナのハンカチーフ、復活などは珍しく芝居につき、この週のために新しく書いた。1947年12月。1948年2月。